世界のジャパンチャンネルへようこそ。皆さんはパチンコと聞くとどのようなイメージを持つでしょうか。趣味の一つとして楽しむ人も大勢いる一方で、依存度の強いギャンブルと考える人もいるかと思います。しかしパチンコはギャンブルではないと聞いたことはありませんか。合法でありつつもグレーだと言われているパチンコ、ある法案によっていよいよ追い詰められるかもしれません。そしてパチンコ業界を牛耳るあの国の人々も大打撃を受けてしまうようです。今回は日本にカジノ法案成立でパチンコが窮地に立たされる？に関する話題と、それに対する海外の人々の反応をご紹介します。パチンコは1995年頃の最盛期には 18,244 店もあったほど国民的娯楽施設でした。しかし大衆娯楽として身近にあるものの、多くの人にとってパチンコイコールギャンブルであり、かなりグレーな存在として認識されていますよね。なぜパチンコは大衆娯楽として存在しながらグレーだと言われているのでしょうか。パチンコは日本の法律に従って解釈すると、ギャンブルではなく遊戯と定義されています。風営法にのっとって合法的に運用されており、法律上は店舗も合法的な存在。そのパチンコがグレーと言われる理由である三点方式という言葉を聞いたことがあるでしょうか。これはパチンコを無理やり合法に持ち込むために編み出された方式。大前提として日本では競馬や競艇などの賭け事は全て公営となっており、民間での賭け事は禁止されています。パチンコは民営ですので、お客さんがパチンコで勝って現金化するのは一発アウト。そこで現金ではなく景品と交換するのは OK ではと考えました。しかし景品だとしても社交心を煽るようなものは NG。 社交心とは苦労をせずに利益を得たいと思う気持ちのことですが、これを煽らない景品とはかなり曖昧で解釈が分かれる言葉です。この解釈をめぐり裁判が起こったこともあるほど。その時の裁判所の判断は、何をもって賭け事かそうでないかを判断するのは勝負のリターンとなっているものの性質である。金銭であった場合はもちろん賭け事になる。物品の場合も同じであるが、一時の娯楽に供するものである場合は賭け事には当たらない。また即時娯楽に値するものも同様であるというものでした。わかりにくいですが、要はすぐに消費してしまえるものであれば OK というわけです。しかしそんな子供だましでは面白くないと考えたパチンコ業界は、景品を交換する景品交換所からその景品を買い取る景品卸問屋を作ればいいと思いつきます。パチンコ店から景品を交換したお客がたまたま近くにある景品買い取り専門店で景品を買い取ってもらい、その景品をさらに景品卸問屋が回収、パチンコ店に再び卸される。この3点を経由することから3点方式と呼ばれるようになりました。これら3点はそれぞれ別の法人が運営しており、因果関係はないという体で成り立っている換金システムですが、誰がどう見てもほぼ黒のグレーな方法ですよね。しかしパチンコ業界自体が警察との癒着や天下り先になっていると噂されており、現在まで見逃されてきているようです。気軽な娯楽として人気になっていったパチンコは、全盛期には業界全体の売上総額が33兆6420億円に及ぶほどでした。しかしある法案によってパチンコ業界が危機に陥る可能性が。
それが2016年に施行された総合型リゾート整備推進法、 IR 整備推進法とも呼ばれますが、世間ではカジノ法案という言い方の方が広まっていますね。カジノ法という名称で誤解されがちですが、この法案は観光産業の活性化を目的とした地域開発であり、観光客を誘致する手段としてカジノを含む大型リゾート開発を行うことを目指したものです。その施設の一部にカジノを設立することが可能になったことが注目されており、そうなるとピンチとなるのがパチンコ業界。実質的に合法化されたカジノと限りなく黒に近いグレーゾーンであるパチンコ、どちらがよりギャンブルとしてやり玉に挙げられやすいかは一目瞭然。同業者であるパチンコ業界への影響は避けられないでしょう。ではそのパチンコとは誰が運営しているかというと、そのほとんどが在日韓国人だといいます。実は日本のパチンコ業界の約 80% を在日韓国人が営んでいると言われており、彼らは長らくグレーな方法で甘い蜜を吸っていたのです。日本のこの闇の深いパチンコ業界について海外の人々からは様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。パチンコ屋は日本のあちこちにあるよね。賭け事が可能な場所にこんなに気楽に入れるなんて驚きだ。日本の意外な一面を見たよ。算定方式？よくこんな方法を思いついたね。法の抜け穴ってやつか？あの日本がこんなグレーなことをしてるなんて驚きだよ。日本のパチンコは日本に住む韓国人がやってると聞いたことがある。こんなに儲けられるならウハウハだったろうね。パチンコ店の 90% は朝鮮系の人たちが経営しているんだって。そして数億円という金が北朝鮮に送られてミサイル開発などがされていたんだよ。かなり問題視されて日本も本腰入れて対策したんじゃなかったか？今はどうなっているんだろう。33兆円？うちの国家予算より多いじゃないか。日本はギャンブル大国なんだな。やっぱり日本人はお金持ちなんだって改めて思い知らされた。日本へ旅行に行った時にパチンコに入ってみたことがある。やり方もわからなかったし、とにかく騒音がすごくて耐えられなかったわ。みんな壁に向かってて不思議な光景だよね。でもアニメが見れて楽しそうだったな。以上が海外の人々の反応でした。皆さん、あの日本が？と驚かれていましたね。それではその日本の人たちはどう感じているのでしょうか。続けて見ていきましょう。日本の反応。パチンコは消えても構わないけど、映像技術はいいからそれを活用してほしい。そういう曖昧さが三点方式を生むことになったんだよ。思い切って全部捨てるしかない。パチンコのイメージが悪くなったのって、車の中に子供を置き去りにして夢中になる若い親が増えたからもあるよね。警察、国会議員と癒着しズブズブな関係。ましてや国会議員が隣からの帰化となれば、これから先もまた曖昧グレーな抜け穴を作って生き残らせる気がします。この三点方式はパチンコ、パチスロ以外でやるとなぜか違法になるという不思議。
パチンコをなくさなくていいから、せめて国営にしてほしい。得体の知れない金の流れだけやめてくれればいいよ。以上が日本の人たちの声でした。そのグレーな存在に疑問を呈する様子が見て取れましたね。在日韓国人がほとんどを占めるパチンコ業界ですが、実は韓国にはパチンコに相当するものは廃止されていることをご存知でしょうか。韓国には以前からカジノがあり、メダルチギと呼ばれるパチンコがありました。最盛期の店舗数は日本のパチンコ業界の全盛期に匹敵する1万5000店舗以上にも上ったそうですが、2006年に完全廃止されています。その理由は依存症になる人が後を絶たなかったから。韓国政府は利用者の社交心を抑えるために、大当たりの時でも払い戻し額が200倍を超えないように規制をかけていました。しかし、それを無視して最大2万5000倍もの払い戻しを受けられる可能性のある機器を登場させ、客寄せを行う店が続出。その結果、メダルチギ依存に陥る人が急増したことで全面禁止となりました。これにより韓国ではパチンコのような携帯の掛け事は営業できないことになっていますが、在日の韓国人とはいえ自国で禁止されているものを日本で平然と営業していることに驚きですね。ちなみに海外のコメントにあったように、かつて日本のパチンコで得た利益の一部が北朝鮮の資金源となっていたことがあります。朝鮮総連の力が強大で、北朝鮮に家族を人質に取られた在日韓国人が募金や寄付として北朝鮮に多額のお金を送金していたそうです。その資金源となっていたのが、脱税しやすく在日韓国人が運営していたパチンコ業界から出ていたと見られていました。しかしそれも北朝鮮と日本の関係が悪化したことで、現在は日本から北朝鮮への送金はどんな形であってもできないように。2015年に朝鮮総連は北朝鮮から建国70周年記念に1億円を本国へ送金しろと命じられましたが、これを達成できなかったと報道されていました。昔とはいえ、日本のお金が北朝鮮の武器開発に使われていたなんてゾッとしますね。さて、そんな在日韓国人が利益を得ていたパチンコ業界ですが、インターネットやスマホの普及で気軽に遊べる娯楽が増えたことで、パチンコの人気は年々減少傾向にあり、2022年12月末時点のパチンコホール店舗数は7665件と、ピーク時の半分以下にまで減っています。ピーク時の遊戯人口は3000万人でしたが、2016年は1070万人、2020年は710万人と、最盛期の3分の1程度にまで下落。それに追い打ちをかけるのがカジノ法案です。しかし、実はカジノができることでパチンコの人気がなくなるとは見られておらず、一定数の影響はあるにしろ、両者は客層や立地の観点からある程度住み分けされると考えられています。カジノそのものの影響ではなく、カジノ法案を通すために2018年に公布されたギャンブル等依存症対策基本法にパチンコやスロットが対象となったことがパチンコ潰しだと言われる理由なのです。名前がギャンブル等となっているのは、公的な競馬や競艇などのギャンブルと法律上は遊戯として扱われているパチンコやスロットを組み込んだため。これまでパチンコなどへの依存症は問題視されながらも、国による対策は推進されておらず、医療体制や相談支援体制など十分ではありませんでした。この法案によってギャンブル依存症の一因と認められ、
患者やその家族が国や自治体の支援の対象に。このギャンブル依存症対策を理由に、今後パチンコには様々な規制がかけられていくのではないかと予想されているのです。タバコをイメージするとわかりやすいかもしれません。当初はタバコも健康のため吸いすぎに注意しましょう程度の注意書きでしたが、現在では喫煙はあなたにとって肺がんの原因の一つとなります。喫煙者は肺がんにより死亡する危険性が非喫煙者に比べて約2倍から4倍高くなりますというような厳しい表現になっています。テレビ CM などの広告表現も規制され、社会的にも喫煙者は大幅に減少傾向にあります。パチンコも同様に徐々に規制が厳しいものになり、衰退するように圧力をかけるつもりかもしれません。そもそもカジノを推進したい政府にとってパチンコ業界は邪魔な存在。すでにパチンコには社交性の高い台は導入禁止となるなど厳しい規制がかけられていますが、よりギャンブル性をなくすとして景品交換を廃止する法案も議論され出したといいます。様々な利権が絡んだ3点方式もいずれなくなる日が来るかもしれません。とはいえ、3点方式ができたのは悪意ある第三者、暴力団などが介入しないようにするためでもありました。景品の交換を行う第三者を取り締まる法律がなく、暴力団が介入したことで治安の悪化などが問題となったことで、警察とパチンコ業界が手を組んで編み出したのが苦肉の策としての3点方式だったのです。癒着や天下りだとパチンコ業界とつながっていて、ここまで野放しにしていた警察は批判されがちですが、当初は暴力団排除というやむを得ない理由がありました。しかし未だにこの問題を放置しているあたり、批判されても仕方がないとは思いますが、カジノ法案が施行されたことで警察もようやく重い腰を上げるのでしょうか。今後の動きが気になりますね。カジノ法案と呼ばれる IR 整備推進法案は2023年4月に大阪が正式に政府の認定を受けました。計画では大阪湾の人工島夢洲に初期投資として1兆円余りを投じて、カジノや国際会議場などを整備し、2029年の秋から冬頃の開業を目指すとしています。まだ決まったばかりで先が見えませんが、まずは大阪からパチンコの実態が変わっていくことになるかもしれませんね。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回のナレーションはエリがお送りいたしました。